今日は多分その彼のですねいろいろ思いがあったりとかして、まあ、韓国から実は来たんですけども、実はその韓国ですごいプログラマーの方もですね、そのドン君の思いで今日もね参加して一緒にチームになるというような今コミットメントで、はい、すごくもう本当になんか僕も感動したぐらいな、まあ、僕の友人をですね皆さんに紹介したいなと思いますので、よろしくお願いします。まずはチーム紹介ですよね。ドリームパロスは夢を照らす灯台っていう偉そうなそういう意味を持っているんですけれども、子供の夢に寄与できるサービスの提供を目指しております。現在私と韓国から来た開発者のパンホンさん、そして日本人の佐々木真由美さん、このグローバルなチーム構成で3人が来年3月日本で起業することを目指して頑張っております。私はですよね、実は10年前に難病を診断されてですよね、あなた10年後には動けなくなると見えなくなるかもしれませんよと医者に言われたんですよ。今もう全然こう元気に動いてますよね。でこの夢っていうのは大事なのは、やっぱりそういったすごく辛い時に自分に向き合えることができるというっていうことなんですけども、実はその時すごくこうって絶望感に襲われたんですよね。その時にですよね、やっぱり家族や友達のこう応援と愛情をいただいて、やりたいことがあればいつやれるのかということ、まあ、答え皆さんご存知だと思うんですけれども、今でしょうとっていうことで、机から紙を出して自分がやりたいこと、食べたいもの、行きたいところをこうやってリストアップして、それを友達に宣言してこう一緒にやりましょうと、さしたらそれを実際にこうやってみて評価をすると、こういったプロセスを自分なり作って、これ8年間繰り返してきました。その結果ですよね、今もやってるんですけれども、450個のうちなんと200個を達成してですよね、一緒にビジネスできる友達や家族ができて、そこから子供に役に立つ起業をしたいと、ビジネスマンになりたいと、ビジネスをやりたいという夢ができました。そういった自分の経験とその思いを伝えたいと思って作ったサービスがこのフレントサービスです。英語でですよね、フレントのメント、友達が夢のメンターになるっていう意味を込めてます。一言で言うと、スマートフォンを用いてこういった楽しい経験や目標を友達と一緒に作って、それを達成していくっていうのを支援するサービスであり、現在はですよね、子どものさまざまな体験を促進共有させることを目指しております。例えばですよね、消防士になりたがる、本当に消防士になりたいと思っている子どもがいるとしましょう。そしたらこういった感じで有名や締め切りを入力して、これも入力している画面なんですけれども、こういった風にデータが入力されます。そしてですよね、今インターフェースはこんな感じで簡単になっているんですけれども、あと子どもが音声やタッチペードみたいに簡単に入力できるような仕組みも改善したいなと思っております。で例えばですよね、消防士に会いたいとっていうことを書いて、このように写真やカテゴリーを分けて入力することができます。でこうやって入力するデータはですよね、先言いましたプラットフォームや地域社会に自動的に共有される、もしくは自分がソーシャルネットワークにこれやりたいよと宣言することもできます。でこういった感じで目標が入力されましたよね。でここで選択すると、それを友達に送ったり、ソーシャルネットワークで共有したりですることができます。でそしてそれを実際にこう振り合って体験してですよね、体験できるとこういったスタンプが押さえると、でそしてこういった感じで、まあ、情報が入力されて、それは自動的に発信できる仕組みになっております。このプラントサービスを通じてですよね、子供は自分の夢と知識や経験を得られる、大人は未来の消防士を私が育てるとっていう感激や、この地域社会が生き生きすると、社会が元気になるっていうことを世界観として目指しております。なんかその先ほどの例だと何々になりたいが出てたんですけど、それ以外になんかそういうゾーンで考えられてるようなことがもしあったら、この場でもご紹介いただければと。はい、質問ありがとうございます。実はさっきちょっと早くさっと、まあ出てしまったんでちょっと見づらかったかもしれませんが、今カテゴリーとして6つを考えております。で なりたい姿、そして行きたいところ、食べたいもの、自分がやりたいこと、欲しいもの、そしてちょっと、まあ、これは自分の経験なんですけど、やっぱり本を読むことって大事だなと思って、子供に本を読ませるとっていうことで、読みたい本っていう6つのカテゴリーを今考えておりまして、もうそういったカテゴリーはやっぱり追加したりすることはできますが、今その6つのカテゴリーでやっていきたいなと思っております。そういう発想が僕重要だと思うんですけど、その中で実際に試してみて、この辺が早く伸びそうだなっていうところをガンガン伸ばしていく、で肉付けしていくっていうアプローチを捉えると、実際にリアルなサービスとして実現すると出てくるんじゃないかなと思いました。